はいみなさんこんにちは電気回路学2の第中回目の講義を始めたいと思いますちょっと今日はですね風邪引いてよ声が、うん、あまり出ないんでですね、えー、ご容赦願いますえー、っとですねまあ、これまでえっと第8回まではですね、えー、電気回路が電気回路の過渡現象の問題をまあ、微分方程式を 解いて求める求め方とそれからラプラス変換を使って求める求め方について学習してきましたがえと残りまあ後半残りのえと4回分はですねえー風鈴変換風鈴数の話になりますまあ今日はですねそのえ最初回ということでですねひみ波交流とその周期波というところ教科書で言うとですね え3章え3前に戻りますけども今日は3.13.2のあたりを学習したいと思います。で残りあと4回でまあこ,ういうこのようなスケジュールで振り絵変換振り絵急数振り絵変換の話をしていきたいと思います。でまず歪み波交流なんですけどもえと電気回路学ではさまざまな要因でですね えー、まあ例えば素子の非線形性ってありますけれども変圧器ですねトランスとか、まあ、あるいはコンデンサーキャパシタなんかで,、えー、で電流波形が歪むとかですね、えー、そういったことが現象が現れることがあります。でまあそういうのも、えー、場合を歪み波交流っていうふうに呼んであます。まあ理あ が理想的ななんんですけどもいろんなデバイスで,ですねデバイスの非線形性によってそういう歪みが発生すると。でまあ皆さんまあのえと線形で電気回路の話を今までやってきてるんでそういった歪みが出ることは前,あの前提とされてませんよね。今までで扱ってきたあの交流回路にしろまああの抵抗回路にしろ 制限波を加えたらサイ sinωt の制限波を加えたらその現れる電圧とか電流はそのサイ sinωt の基本波しかないとでところがですね、まあ、いろんな先ほどお話ししましたように電力線を通ってくる間に変圧器で電圧変換を行ったりあるいはいろんなコンデンサーを通っ,て通ったりしてですねさまざまなその電力網ではですね デバイスを通ってきますそういったデバイスがですね、えー、全てがまあ線形素子であればそういった歪みは発生しないんですけども、まあ、変圧器でも、あのー、電圧を高圧するあるいは昇、えー、圧する場合によっては昇圧する変圧器でもですねあの鉄心の非線形性そういったものによってまあサインオメガ T の基本波に対して 倍倍とか,3倍とかですねその周波数を持った歪みが頂上されるとそうするとどうなるかというとそのえサインきれいなサインではなくてですねえそれが歪んだ形の交流波形になるということでまあそういったものを歪み波交流というふうに呼んでます。まあ例えばこの絵のようなものであの加えてるのはこの例えばサインオメガティのこういう正弦波。 を加えてるんでですけども途中でですね電力線を通って伝送されてくる間にですねトランスで電圧変換を行った時にこの3倍の高調波がこう乗ってきたりする,そうすると基本波に対してまあ基本的には高調波は基本波に比べて振幅は小さ,い小さくなってきますけどもそれ この基本波に対して、もしこの三倍の高調波が発生した高調波が頂上されると、その波形はですね、こういった波形、こういった波形になりますよね。これがまあ沈んだ波形、元の波形に対して沈んだ波形なので、歪み波交流というふうに呼んでます。この例の場合はサインオメガティー。これは基本波ですけども、基本波に対して三倍の高調波が頂上された形になります。 でえー、そういった歪み波交流の瞬時値はですね、まあ、こういった式で表されて、えーまあ、Ft これが瞬時値の、まあ、これが電圧であれば電圧波形ですね sinnωt、えー、とか n が0の場合は、えー、基本は成分ですねあっ、えー、n が1の場合は基本はですね n が0はまあ直流成分ということですけれども n が直流成分がある場合は この n イコールゼロが直流成分で n イコール一は基本波で n が二以上の場合を第 n 高調派あるいはね n 時高調派というふうに呼んでますねでここで a n は n 時高調派の振幅ですねでファイ i n はまあ位相 n 時高調派の一層ですちなみにこの例の場合は一時と三に n が ゼロはないですね n は0はなくて直流部はなくて n が1の場合と n が2がなくて3の場合ですね n が1と3の場合を合成したものですけどもそういった波形の歪み波交流の絵です。で位相関係はあ深幅はですね第三高調波の振幅が3分の13分の1になるようにこの絵を描いてますね。 でえー、と位相差第三高調波の位相差は π だけシフトしているとつまりこここれが基本波の位相差に対してこれに対して位相が π だけずれてますからこ,うこんな波形になるとそれを重ね合わせた波形がこういう波形になるということですね。まあ、これが歪み波交流というものですでところでですね、まあ、今の高調波のです、ね、位相の重ね合わせ方によって でその波形はあの異なってきます。先ほどの場合はこの第三高調波のこの Φ3 を π という位相成分で位相位相差で合成したものですけれども、この位相差がもしゼロで基本波も第三高調波も位相差ゼロで合成してやると、まあこんな波形にななるん高調波の位相が異なると、たとえ振幅が 振幅の日が先ほどの波形もこの波形もどちらも基本波が1に対して第三高調波はの振幅が3分の1なんですけども位相がこの場合は π でこの場合は位相差が0っていうことで位相差が異なるだけで全く異なる波形になって信号波形は異なる波形になります。ってですね波形そのものもを 問題する。例えば通信系、通信の話とかですね。あるいは制御系。ではその波形そのものを問題とする。もの、場合。ものですから。高調波の位相関係。どういう位相で。位相関係で高調波が重ね合わせ。られているかということも重要となってきます。一方、その電力系の場合はですね。あるいは音声、音声伝送系の場合は位相関係はあまり重要でなく。高調波の。 振幅のみに着目することがあると、あのこれ電力の場合は第三高調波がどういう位相関係で重ね合わせて重ね合わせたとしても電力としては同じ値になります。この位相位相は電力というもとよはどういう,う高調波がどういう位相で合成されたとしても同じ値になります。あとこの音声伝送系というものは例えば人間の電話のようなものですね。 電話ののようなものではえまあこれ会話例えば会話なんかではですね高調波の異相差っていうのは人間の耳ではおそらく認識できないんじゃないかなと先ほどの波形とこの波形とそれからこの波形を聞いてみるとですねどちらも同じような音に聞こえる識別できないというようなことが あるんんだと思うんですけどもこういう電話のようなえ音声伝送系ではですねえまあどちらも同じただ公調波の割合まあ例えば楽器の音色ですねバイオリンの音色とかなんかでもピアノの音色でもそうですけども基本波の上に倍音が必ず重なってそのえまあ楽器の音色を作ってるんですけどもその公調波がですねどういう一層でえ頂上されてるかっていうのはあまりその音色には 影響ししなないいのかもしれないこれちょっと分からないんですけど実験やってそういうやって聞き比べをやってみてあのまあ人によっては違うっていうふうに人もいるかもしれませんけども一般的にはそういうふうに言われてますまあ,あの音声伝送系というのは電話のようなものですけども高調波の一層を人間の耳はあまり認識できないんじゃないかと。 ただですね人間の耳はですね右と左とありますので位相差が違うとどの方角からその音が来ているかっていう方向音が来る方向はその位相差で右に入る耳と右に入る音と左に入る音の位相差でその音が来る方角を識別してますのでそういう意味であの方向探知機としては人間の耳は位相差を識別するただ音色としてはおそらくあの 識別でき,ないできないんじゃないかなというふうにえまあ私は思いますけどまあそうじゃないっていうふうにちょっとそれを実験して実証してみるといいかもしれない。ということでまあこれは電力の話なんでえまあこの波形とですね先ほどの波形というのは明らかに波形は異なりますね。先ほどこの位相差が第三高中波を π で重ね合わせるとこんなようなまあ尖った波形に真ん中が尖った波形になりますけども。 この第三高中波をですねこういうふうに位相差ゼロで重ね合わせるとこう逆に真ん中がくぼんだこういう波形まあ逆にこちらはまあ三角波ではないけれどもこう,う尖った波形三角波に近い波形になるということがあの分かるかと思います。でどちらもこれ電力としては同じなんですね。あとでそれ出てきますと。 操作は違いますけどこのひずみ波の電力とそれからこのひずみ波の電力は同じですね。それはちょっと後で出てきますそこで、えー、と波の,このエネルギーという話をしたいと思いますある波の瞬時値を FT としますね。瞬時値を FT とするとその絶対値の事情絶対値の事情をとって、まあ、無限からの過去から 無限の未来まで積分してやったものはそそののののののの波波持つエエネネルルギギーー定定義義でですすこういったもを仮にこの FT が電圧あるいは電流であればこれがもしボルトとかあるいはアンペアの単位っいうの電圧波形とか電流波形であればそれは単位抵抗ですね1オームの抵抗で消費されるエネルギーに対応しているってことなん したがって FT がある時間範囲だけ存在するエネルギーですね。がってこれ積分してやった場合ですね。マイナス無限大からプラスの無限大の未来まで積分するんでしたがって FT がある時間範囲だけ存在する孤立波でなければですね無限の過去から無限の未来まで積分してますので例えば周期的な周期波のようなものサインとかコサインのような。 無限の過去からあの無限の未来まで永遠に続くような波形であれば当然それを積分した波のエネルギーは無限大になってしまいますよね。しかしですねですこれのこれ,こ,うこれマイナス無限大から無限大これ,これ、えー、っと周期波形サインオメガティ t とかコサインオメガティ t とか、えー、っと周期的な波動であればそれはもちろん無限の波 過去から無限の未来まで続く波形なんで波のエネルギーという形でこの式でエネルギーという形で計算すると発散してしまって無限大なんですけれどもこれをですねある単位時間あたりのエネルギーという言い方ですねそれはつまり電力なんですね単位時間あたりのエネルギーは電力でえっとある値 a ス a からプラス +a まで。 積分してやってその時間 2a ですね 2a で割ったものまあ時間平均を取ったものでそのこの a の値をえ無限大に飛ばしてやるといった場合まあこれはまあ時間平均を取ることでそのエネルギーの時間平均というのは電力パワーですよねエネルギーはまああの物理的にジュールっていう単位で表せますよねジュールで電力は ジュールパーセカンド時間で割ったものをえ時間平均とったものをジュールパーセカンドをワットっていう単位でまあそれを電力っていってますねあるいは逆に言えば電力を時間で積分電力に時間をかけてやればエネルギーが求まるという言い方もできますけどそこで周期 t の周期波歪み波交流まあこ,れこれもせ歪み,歪み波交流ですけども周期性があるとある周期ラージ t で繰り返されるような。 周期 t の周期波,沈み波交流の電力というのはこういった式で表すことができますねまあ周期性があるんで1周期分だけまあどっかあの t から1周期分だけ t+t の1周期分だけ積分してこの ft の絶対値の2乗を積分してやって時間積分してやってで t で割ってやればいいと。どこを取っても周期性があるんで ど,の一周期どこから始める積分しても同じ値ですよね。ということで正でかつ有限なまあ当然正なんで絶対値を取ってますから正,正,正絶対値の事情を取ってますから正なんですけど正でかつ有限な平均電力を有する波形を電力信号と呼んでますとよろしいですね。それでひずみ波交流の電圧 ET 歪み波交流の電圧を ET で電流を IT としますね。えー、まあひずみ波交流の電圧である抵抗に抵抗に電流が流れてるとその抵抗の両端の電圧がこの値だとし,してもいいですしひずみ波交流あるあので、まあ、素子の両端の電圧とで流れる電流の関係でもいいですし、まあ、この瞬時値かな。えー 沈み波交流の,その瞬時値をこういう式で与えて与えられて電流がこういう式で与えられます。まあ、これはイン n メガ t n は高調波の次数ですね。これちなみに E0 と I0 は直流成分 E0 と I0 はこれ直流電圧と直流,電圧,の直流電圧の直流成分と電流の直流成分。で n が1っていうのは基本波ですね。 サインオメガ T が基本波でその位相ですね。でえっと電流の方は電圧に対して位相がそのシーター遅れてると大基本波はシーター1遅れてるし第二高調波は N が2ですよね第二高調波は N が2で2オメガ T で位相がシーター2ですね。でこちらも第二高調波は電流の方は N が2で,で位相が シーター2をくれているとこれに対る電圧に対してシー θ2 ー。そういうふうにえーずーっとこの n が高調波があの無,限無限大まで高調波成分が含まれるとというような一般的なこの電圧と電流に対してそれぞれ大 n 高調波の電圧および電流の実行値というのはえあこれこれはですね これ、えっとまあ、今まで習ったですね制限波交流の場合と同じですけども実行値この振幅はですね実行値のルート2倍ですよね振幅は。ですあの歪み波交流の場合も同じで各長波ですね n が1の場合は基本波ですけども n が2の場合は第二高調波ですけどもその各長波の振幅というのはこういう形で表されて実行値 このルートにかける e n e というあるいは ine という形で表されてこれを大 n 高調波のの電電圧及び電流の実行値という,ふうに表します従って振幅はそのルート2倍この辺のところはまあ今まで習った制限波交流の場合も同じですからまあ,あの容易に類推がつくというふうに思います。 そこでラージ t についての平均電力 p を求めれば、まあ、これも制限波交流の場合と同じですけども一周期についてパワーを求めると求める時はまあ電圧の瞬時値と電流の瞬時値をかけて一周期にわたって積分してやってで一周期の時間で割ってやったものがパワーです制限波の場合も同じでしたよね制限波交流の場合も。 でただこの高調波の場合はまずこれ、えー、それぞれにかけて、えー、かけて積分するんですけどもまずこれとこれをかけたものは直流分ですね直流パワーですね。それから、えー、と n が1とこちらの 1n が1とこちらの1を、えー、かけて積分するとこういう項が出てき,出てきます。であとえーじゃあ これとこれとの積分とかですね。同じ周波数で同じこ同じ周波数同士、n オメガ t と n オメガ t とありますけども、sin n オメガ t と sin n オメガ t をこれか sin の掛け算の積分してやるとこのここでここだけ sin この公式えとっとシック sin s i の下放定理かな、え。ー サインアルファとサインベータアルファマイナスシータ A のベータと置くとサインアルファとサインベータの掛け算掛け算をっいうとコサインになりますコサインシータになりますよねでこれ同じ周波数同じ周波数でなければ全部消えちゃいますね直行してますからこの線形反関数は例えば E0 とサインを掛けて 積分してやったものとかですら、ね、これね。サイン n と m サイン n と m をかけて積分するとそれも消えますよね。で残るのは同じ周波数成分同士だけなんで n が, n が1の場合は基本波ですね。n が1の場合は基本波同士の積分でそうすると n が1に対して。 こあとこのまあ2倍ですけどこのコサインシータの2分の1ンシータっていうふうに出てきますからこの n2 が消えてしまいますね。あと大 n 公調波も全部同じ n 同士同じ大 n 公調波同士の掛け算しか残りませんのでまあ基本的に残るのは公調波成分はこういう形になってで1から n が1から無限大までの公調波を全部 えー、かけてこの位相差がコーサインシータをかけたものを、えー、その和を取ってやればいいということになります。うん、そこでまあここに書いてありますように歪み波交流の電力というのは各長波電力の和に等しいと、まあ、まず直流分は直流分って出して、まあ、直流分は大0ロ高長波というふうに言い方もできますけども直流分とそれから あとこれ N が1の場合は大基本波ですね基本波からずっと N が2の場合第2高調波第3高調波ずっとまあ無限に続きますけども各調波成分の和をとってやったものに等しいということが言えます。それが、まあえー、電力ですね時間で積分,積分して、えー、時間積分して時間,時間平均とったものですから電力はこういう形で表されますと。<laughs> 次に実行値と力率という話ですけどもこれも制限波交流の時に習った実行値とか力率とああまあある意味同じです同じ意味です。で実行値というのは平均電力が等しくなる直流に相当する電圧あるいは電流値のことです。平均電電電力力力がつまりえっとある電力負荷でで抵抗とかかなんかで電力を 消費しますよねでそれが直流直流で、えー、消費される値直流の値に相当するものをこの交流の実行値というふうに呼んでます。で実行値とはまあ平均電力が等しくなる直流に相当する電圧あるいは電流値のことでしたがって歪み波交流の電圧および電流の実行値は直流成分は0としてまあ0先ほどのですね直流成分 この E0 とか I0 がまあ仮にあったとしてもそれをゼロとしてこちらの部分だけですね高調波成分だけ、えー、ひ,ずみやひずみや交流の、えー、電圧よび電流の実効値は高調波成分だけを呼んでますねで、えーっとこの。ですからこの実効値というのはこの瞬時値の値をゼロから T まで。 積分,しまあ積分して時間で割ったもののルートですね時間平均。ということは各長波のですね振幅の事情各これは第一基本波第二高調波第三高調波ずっと電圧の各張波の振幅の事情を足してあったもののルートを取ったものを電圧の実行値 というふうふに読んでますね、まあ、これ交流の場合これもあの制限波交流の場合はこれしかないんで制限波交流それえ第二公調は以上は全部ゼロなんで結局これがあの制限波交流の実行値ですよね。で電流の場合も同じでえ電圧も電流もその定義は同じですけども各調波成分各調波成分の えーえー、実行値の事情の次に歪み波交流の有効電力非送電力これも制限波交流の場合とあの同じですけども有効電力っていうのはこの実行値電圧の実行値と電流の実行値をかけたものにその電圧と電流の位相差 c o s イルですねこれをこれを。 これは電圧これが電流電流は電圧よりもシー θn だけ遅れてるということで,で各基本波はシータワ1遅れてるしで第二高調波はシー θn で各長波ごとにこの θn ーーの値が違ってくる場合もありますのでまあその各長波ごとにこれを全部計算する必要がありますね。から無限大まで ちなみに制限波交流は n が1の場合だけですから制限波交流の場合は基本波の電圧かける基本波のあ基本波の電圧の実行値かける基本,基本波の基本波しかないですから制限,制限波交流は電流の実行値かけるコサインシーターでしたよね。それを有効電力というふうにやは 基本波だけじゃなくてそれを第二高調波もやってやるし第三高調波もその調波がある分だけ無限大まで積分和を取るということになりますね。それから非相電力というのも制限波交流での場合に習ったかと思いますけどもそれは定義はこの実行電圧かける実行電流ですよね。でこれもまあこれかける これひ、まああえー、歪み波交流の場合は拡張波の、えー、このルートの中はワードと取ったものの掛け算というふうになりますね。あと力率もですねこれも制限波交流の場合の定義と同じでこの非相電力非相電力分の有効電力のことを力率といってこれですね c o s タ,ーコサインシーターですね。<laughs> とということで、えっとまあ、あの基本的にあの歪み波交流にも実効値とか力率というものが定義して、まあ、それは制限波交流制限波交流の場合とあのからの場合から容易にあの類推が可能ですということですね。でそれ以外にもあ歪み率とかですね歪み波交流の場合にいろんなこの、えー パラメータータが定義されていますで本来は基本波成分のみの制限波交流に対して何らかの要因で高調波成分が含まれるようになった場合信号波形に対して以下の量が求められるまあ例えばオーディオアンプでもそうですけども元の波形に対して大高調波が成分がどれだけあるかっていうまああのー、最近のハイレゾーアンプとかなんかだとその歪みが少ないのがもちろんあのー 歪み率が小さい、まあアンプとかあのスピーカーとかイヤホンがあのいいあの機器だっていうことは言えますよね。まあ原音になるべく忠実な歪みの少ないものがいいとされてますけども、で歪み率というのは基本波の実効値分の基本波を除いたものの実効値。まあこれ基本波ですね。あと第2高第二項第三項調波の分ですから。 歪みが少ないというのはこの高調波成分がない少ないっていうのは歪みが少ないあとそれ以外にこういう波形率っていうものはフォームファクターっていうものがあってこれ絶対値の平均分の実行値っていうものを波形それから波効率ピークファクターってまああんまりこの辺りは使いませんけども実行値分の最大値のことを波効率というふうに。 実行値に対して最大の,その波形歪み波形の最大の取りうる波の高さですねのことを「波高率」ってあとリップル率っていうのはですねリップルっていうのはまあさざ波のことですけどもこれはですね交流から直流を作るまあそれの整流回路といいます今はまあ身の回りのいろんな機機は かなほとんど直流で動いてますよね。えーまあ、家庭に配,あの配電されてるのは交流100ボルト家庭のコンセントは交流100ボルトなんですけども実際その、まあ、テレビでも、えー、いろんなオーディオでもですねあ,のあるいはパソコンでもですね実際動いてるのは直流回路直流回路なんで家庭の100ボルトを直流に変換するための電源回路が必要です。そういった回路のことを え整流回路であってまあ具体的にその一例としてこういうダイオードをこうつなげたこういうブリッジに組んだような回路がこういう回路を全波整流回路といってこのダイオードを通ってって出てくるとどういう波形になるかっていう普通まあ交流はこうこういうふうに振動するのは交流ですよねその下側の半分を全部こちら側に折り返したような波形が出てきます。なぜかととというとこちらプラス側だと 上がプラス側下がマイナスのこれこう交流ですからこう流れてプラスマイナス交互に流れますよねでこちらトランスもこう流れたりこう流れて上がプラスだとこういうふうに出てくるしもし下側がプラスだとやっぱりこういうふうに流れるんで常にこちらがプラスにしか出てきませんこういうふうに流れるけどこっちにはいかないんで こうこういう流れります、ね、こっちがプラスの場合は必ずこう流れる。ということで下側の反サイクルが全部正側に折り返されたようなこういう波形になってこういうのをまあ脈流という,ふうに言ってますねでこれだけだと直流じゃないんでこれをなるべくこういう平滑回路この後のコンデンサーとこれは RC 並列回路ですから。 積分回路ですよねえ積分回路のところで習ったあるいは低域通過フィルター低域直流分は通すけども交流分は遮断するとこの部分っていうのは CR 低域ローパスフィルターですね低域を低い周波数直流はもう100%通すけどもこの CR 時定数で決まるえ高い周波数成分はカットするっていうような。 あの特性一時の直流一時,一時の周波数フィルターですよね低域通過フィルター広域遮断フィルターと言ってもいいですけどこの CRG 定数で決まる周波数よりも高い周波数は例えばここで言うと交流の所要交流の100ヘルツ50ヘルツか50ヘルツよりも高い周波数はカットするように設計してやればいいんですけどそうするとこの こういう高い周波数成分はこれ50ヘルツはカットされて直流のようなこ,のこんなような赤で示されるような波形がここに現れてくるこれも完全な直流ではないんですけどもまだ。ででも擬似的な直流で理想的にはこの点線のようなこの実行値これの実行値で決まるこの点線のような波形がまあ完全な直流ですけどもまあそこまではできない。 この回路では得られませんしまあその必要も多分ないということで,でそういった場合このリップル率っていうのはこの直流に対してこれ E0 は直流ですね直流の実行値ですねそれに対してこのこの赤い波形っていうのは高調波成分が持っててそのなるべく少ない方がリップル率が少ないとまあいい整流回路だというふうに言いきます。 まあこの C とか R を大きくすればそういうのが得られますけどもまあで大きくサイズが大きくなっちゃうんでまあ,あるところでまあ妥協する必要はありますね。ということでえまあこういう,うに歪にみ波交流についてお話ししてきましただいたいそれで3の1の3.1説はまあ一通りお話ししたんでえ次にですね 周期,波にの周期波に入ります周期波ペリオディックウェーブっていうのはある一定の時間間隔ラージ t まあこれ周期ですねラージ t を持って同じ振動を繰り返すような波形のことを言いますとまあ式で表せればこういった式こういった特徴があるある時間 ft がラージ t だけシフトしても同じ波形になるという。 こういういいのを周期波と言いますね t に対してでど,のど,のどの t に対してもこれが成り立つような波形で t のうち最も一番小さなものをその波形の周期ピリオドっていうふうに呼んでます。で ft= イコール、まあ、こういう波、まあこれが繰り返されるんでその一番小さなものは周期なんですけれどもその周期の2倍3倍に対して同じ波形が繰り返されるというものですね。 でこれ先ほど出てきた全波整流の場合の全波整流回路で得られる整流波形ですしこういったのこぎりの刃のようなノコ刃状の波形もあるしまあこういうパルス上区形波が規則正しくある時間間隔ラージ t で繰り返されて出てくるようなパルス例こういったものは全部周期波の例ですね。 で周期波のフーリエ級数展開ですけどもフーリエ級数展開はまあこれまでもあの数学で習ったかと思いますけどもまあちょっと復習になりますがやってここでもやっておきたいと思います。で、まあ、我々が通常を扱う周期波 FT というのは以下のようにフーリエ級数に展開可能ですと。でただしここで FT は実,実関数で2の時刻 T に対して、えー t ス2分の t から t+2 プラス分の t1 周期分をですねこれを1周期と考えてでオメガゼロは t 分の 2π というのはオメガゼロこれを基本周期 t に対する基本各周波数いう t 分の 2π というものをオメガゼロとしてこれを基本各周波数としますでまた正の整数え n に,によって、えー N オメガ0この基本各周波数の n 倍したものをオメガ n っていうふうに書くことにしますね。まあ、いちいちこうやって書くの面倒くさいんでオメガ n っていう大 n 高調波ですね大 n 高調波の基本大 n 高調波の各周波数のことをこういうふうにオメガ n って書きます。そうするとですねこのフーリエ級数、まあ、これ三角関数で表されてるんでフーリエ三角級数とあとで指数で表したフーリエ 指数,指数級指数っていうのも出てきます複素数,数になりますね複素フーリエ級数というふうに呼んでいますそれ来週やりますかねまあここでは実数のび、えー、実数で扱うフーリエ三角級数についてお話ししてますけれどもまずえっとこの Ft はこういうふうにフーリエ級数で表されると。 でこの各 B0 各項の B0 はこういう式で与えられてでこの Bn まあコサイン o m e n t で表されるコサインの項で表されるその係数の Bn はこういう式で表されて、まあ、N は1から 2N が1は基本波ですよね N が2が第 2N 項調あとサインオメガ n t で表されるその係数としての An はこういう式で表されるこの B0 とか Bn n を風利係数と呼ぶというのを、まあこれも習ったかと思います。そこでえっと例題三、まあこういうふうに表されるっていうこと、例題三の一はこう表されるってことをまあ証明しているんですね。で、まあちょっとやっていきましょう。もう証明必要ないよという人はまあいいあのいいいいかもしれませんけれども、で。 一応マイナス π よりプラス π までを基本周期とする関数 fx これはコサイン n x ン n x ですから基本案はマイナス 2π の周期がありますね。でそういうふうに表されるこういう関数を 2π の周期がある 基本周期,期 2π の関数をこう表すとしますでこの式をですねマイナス π からプラス π まで積分してやったものは、まあ、こういう式で与えられてこれ,これらを積分してやったらあの、えー、マイナス π からプラス π から積分してやったコサインとかサインは全部なゼロになっちゃいますよね。そうすするると残ののはこのこうだけでこれはまあ直流分でれ直分 B となっていくでこの関係から b0 というのは 2π 分のマイナス π からプラス π まで fx を積分したものだからこの係数は先ほどまあ係数はこう与えられてこれちょっと積分範囲が違い目であとで変数変換しないとダメこれはこれはス2分の t からまあ周期はラージ t なんですけどマイナス2分の t からプラス2分の t まで積分している。 こちはマイナスからあとでこの変数変換をやって同じだよということをちょっと示すんですけどもで次にですねこの b n コサインの係数ですねこれを求める時にこの両辺に cosmxm ただし m は整数というものをかけてマイナパ π から積分してやるとこれにこれをかけて積分してやったものはどうなるかというまず b0 に積分したこれにこれに これにコサイン mx で積分したもの、あとこれに mx をかけて積分したもの、でこれに mx をかけて積分したものっていうことになって、でまずこれこれはゼロですよね、えっとコサイン mx ロになることわかります。でこれとこれが残るんですけども、でこれコサインとサイン mx は、まあこの係数はまあ前に出してもいいですね。 これ係数は前に出してこれとこれとの積分はどうなるかというマイナス π どうなるかっていうふうにちょっと考えてやるとまずですねこういう性質がありますねえっとまあえもうここで分かる人はもうこれで直行してるんでこの関数は mx と sin これはまずコサインとサインは直行してるんで一積分積分してやったらこれゼロですよね。で これ一般的に m と n は直行してますけども m と n が異なれば直行してますけどもイコールであればあのこの積分は値を持ちますねで m と n が異なればですね同じコサイン同士でもあるいはサイン同士でもですね直行してるんでそれを積分したらもうゼロになるってことはもうその事実を知ってればこれやらなくても分かるんですけどもまあ丁寧に一応やったとします。 こういうふうに与えられるしコサインサインはコサインかけるサインはこういうかあで下方定理でこう変換できますのでだからこの積分はこの関係からこうなって m=n の時は値が持ちますけどそれ以外の m と n が異なる時はゼロですよと一方こちらの方はですね こちらの方はこういうふうに入れてやってもうこれを常に積分してやってもゼロになりますっていうことまあ丁寧にやるとそうなりますね。で従ってですね、えーっとえー、Fx をかけたものは残るのはこれだけですねこのこの場合だけですね m イコール n の時の値がこうなると。だから Bn は π 分のこれになると。 で同様にですね今度は式1の両辺に先ほどはコサインをかけましたけれども先ほどはこれにコサインをかけたんですけれども今度は sinmx をかけて積分してやると今度 sinmx をかけてマイナパ π から積分してやるとどうなるかっていうことでまあ同様に計算してみると残るのは πam だけです。ですかかららそこから n の値というのはこういうふうに与えられるということですね。でこれで周期が 2π の関数周期が 2π の関数の各この係数がこう与えられるあこうですねこれですね周期 2π の係数がま与えられるというの求まったんですけこれ与えられるというのは求まったんですけどもこれ周期 2π なんで変数変換をしてやる。これで変数変換 nx イコールオメガ t を使って変数変換をしてやると周期ラージ t のまあ先ほどの波形周期波ですね ft のフーリエ変換まあこの関係変数変換してやるとこの一般的なに周期 t の一般的な式の各係数が こういうふういふに与えられるっていうことがまあ求まりますということをこの例題はまあそれで例題3の1にはまあ終わったとしてですね、えー、ここであと高調波成分の大きさという話ところで B0 というのはですね FT の時間平均であるか直流成分まあおもちとすでにお気づき。 かと思いますけどもこの B0 これですねあるいは先ほどの式で言うこの B0 というのは直流成分ですね。B0 は FT の時間平均であるから直流成分の大きさでしたがっていしまいますまあ最初からも元の波形を見てですね明らかに直流成分がないなと思ったらもう B0 をあの丁寧に求める必要はなくていい。 またですねえっ、ー、とこう、えー、これは、えー、と直立成分がロで,ですからまあこういうふうに表される。で大 N 公調波の大きさは各公調波の大きさはこれによって当たるこれは C、まあ、こういうふうにこれはこうは変換できますから大 N これは大 N 次の公調波の振幅は こういった式で与えられますよねでさらにこの fx がですね帰還数の時基幹数の時は風冷変換内の b0 および bn は0になって、まあ、直流成分はもちろん基幹数では0ですよねないですよねであと bn の係数この cos の係数コサイっていうのはもう偶関数ですから sin 基幹数ですから帰還数をこの帰還数の cos で展開するっていう時にその 係数はまあゼロだっていうともこれもわかりますよね。で、えっ、ー、と、えー、まず基幹数であれば直流成分はゼロですね。直流成分はゼロだし、このコサインで展開する偶関数のコサインで展開する係数もゼロです。残るはもうこのサインの項しかないんで、こういったのをフーリエサイン級数で表される。だから f x が明らかにこれは基幹数だって分かってればもう こうい,い B0 も,、ね、も考える必要なくてこう最初からこうすればいいフーリエサイン級数で表される一方 F が偶関数の時は今度逆にフーリエ係数,係数内の AN が0となるこれは偶関数であればですねそれをこの奇関数のサインで,ですね展開する係数は全部0で。 こちららしか残らない偶関数の時は AN が0になってしまう、まあ、直流分はまあ,あるかもしれませんね偶関数の場合直流分は B0 はまあ,あるかもしれませんそしてこの残るのはこの BN コサイン偶関数のコサインで展開できる項だけなのでこういったものをフーリエコサイン9数というふうに呼んでますとでここからはもう例ですけれども方形波のフーリエまあこういったですね 方形波のフーリエ三角球数を求めまでこ,これはまず偶関数か奇関数かというと奇関数ですよね。でさらに直流奇関数ですから直流分はゼロですよね。ですから先ほど言ったように B0 と Bn はゼロであるともう最初から考える必要はない。だから求め,た求めるのはだから奇関数なんで B0 と Bn0 でフーリエ。 え制限えこれですねフーリエコサイン級数で展開えあっ期数だからフーリエサイン級数で展開できると AN のみで表されるでその求め AN を求めるとえサインこれえあの式に従ってえこの式に従って AN を求める。 これに従って n を求めてやるとまあこの積分もそんな難しい積分ではないんですけども最終的にこういう式が出てきましてで従ってこの方形波のフーリエ級数展開はまあこういった形で表されるまあ展開にして表すとまあ無限に続く。 こういう風に級数で表すことができますということですね。はい、次このこういったのコギリ波のですね、えー、まあ直線波とも言いますノコバ場上のですね風利級数、これも基関数ですよね。基関数でまあ直流成分がないんで、えー、まあこのノコバ上の関数というのはこういう形で表されますけれども、これも基関数なので b ゼロ b n はゼロです。したがって a n で、えーえー、サインだけかなサインだけのフーリエ制限級数で展開できますので求めるのは AN だけで AN を計算してやるとまあこういった形でそんな難しい計算ではないんですけどもこうやって最終的に求まるんで方形波のフーリエ級数展開はこういうふうに。 展開できますと。これ方形波じゃないですね。これ間違ってますね。方形波ノコギリ波ですね。ノコギリ波の先ほどはこれ方形波でした。これ今今すみませんあのノコギリ波の風利吸数はこういう式で与えられますといはい。でもう一つだけかな三角波この今度はこういう三角波の風利吸数展開。三角波はこういう この波形はこういう式で洗ってられます。これは偶関数ですね。偶関数です。です直流分はっていうと直流分は。この面積とこの面積は同じなんで。正側と負側と同じなんで、これもこう続く,続くんです。直流分はないですね。でまあ B. ゼロ。もう見てわかるんですけども、偶関数なななので。A. N. はまずゼロですと。だから求めるのは B. ゼロと B. N. だけなんですけども。ま直流分も B. ゼロも。 この図を見てばないことが分かるんですけどもまああえて計算してやると丁寧に計算してやるとちゃんと0ですよということで,であとは BN は求める必要がある一方 BN はどうなるかということでこれもずっとこう計算してやるとえまあこういう値になってこのフーリエ酸化これここも方形波になって治ってませんね三角波のフーリエ9数展開は えこういう値になりますということでまあ今日のところはですねそういうあのまあ今までえ学習した来てきたえ制限波交流の話から類推できるしまあえーフリエ・急数展開もあのこれまで数学でえ習ったかと思いますのである意味おさらいになるかと思いますけどもまあ次回 からですねえっと今度はですね3.3に入ってですねフーリエ複素フ,フーリエ急数の話に、うん、え入りたいと思います。ということで今日はまあ,あのちょっと短いですけどもといっても1時間ぐらいかかってしまったかなこれで終わりたいと思います。ごご聴講ありがとうございいました